マリアンナ・ゾフィア・ザビーナ・アンゲラ・フランチスカ・クサベリア・フォン、ザクセンは、バイエルン選定校、マクシミリアン三世、ヨーゼフの日、ポーランド王アウグスト三世と、日、マリア・ヨーゼファの三女として、ドレスデンで生まれた。兄に、ザクセン選定校、フリードリヒ・クリスティアン、姉に、スペイン王妃、マリア・アマーリエ、妹に、フランス王大使妃で。 ルイ16世以来3人のフランス王の母となったマリア、ヨーゼファがいる。夫との間に、子供がなく、1777年に、夫が死去すると、オーストリアに対するバイエルンの独立、ビッテルスバッハ家のプファルツ系帽系、ツバイブリュッケンビルケンフェルト家の選定行位継承を、目指し、プロイセンをフリードリヒ二世と交渉した。しかし、プファルツ選定公カール四世、 フィリップ・テオドールがバイエルン選定効果を相続し、新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世と秘密条約を結んだため、プロイセンオーストリアの介入したバイエルン、継承戦争が勃発し、どちらの計画も頓挫してしまった。マリア・アンナは、余生をフューステン・リーと宮殿で過ごし、後に子供のないカール・テオドールの後継者に、 ツバイブリュッケンビルケンフェルト家のマクシミリアン・ヨーゼフが選ばれたことをバイエルーン国民と祝ったという。ただし自身はマクシミリアンの選定行為継承を見届けることなく1797年に没した。ありがとうございます。